Spinner。アジナ副音声ボイスオブフード、平野咲子のポッドキャスト、アジナ副音声ボイスオブフード第157回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに明るいフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうためのトークをお届けする番組です。今回はですね、空間から考える食みたいな話したいなと思ってるんですが、意外とねこういうテーマアジナ副音声でやってきたことがないので、すごく私自身楽しみなんですが、今回ゲストにですね、私がこの飲食店すごいなって思ったお店をねいくつも手掛けていらっしゃるとある素敵な方を呼びしております。建築デザイナーの関裕介さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お関さん久しぶりですね。そうなんです、関さんはですね本当に時代を代表するような建築をたくさん手掛けていらっしゃるので、まず私から関さんの簡単なプロフィールをご紹介させていただきます。ゆうすけ関スタジオ主催、空間設計を軸とし日常に潜むルールの改変を推し量る日本ベースのデザインチーム、堺などグローバルブランドとの協業をはじめ、クム金沢、スバそば、チスパなどローカルに紐づいたホテル、レストランまで国内外問わず幅広く設計を行っておられます。というわけで、はい、合ってますか？合ってます。立派ですね。あ、立派でもう関ゆうすけはするとすごいんだから。本当にもうみんな憧れてるんですから、本当に関さんに。というわけで、そんな関さんがですね、はい、今回は来ていただいたということで、主に前半は飲食店の設計にまつわるお仕事を本当たくさん手掛けてらっしゃるので、そうです ね、そのお話聞きつつ、関さんのクリエイティブ、そして、ラーメンについても伺いしたい。謎ですよね、はい、謎の組み合わせなんでなみたいなどういうことなんだっていうのわからない方も多いと思うんですが、ぜひお話聞いていただければと思います。関さんね、手掛けてきた食の場本当に多岐にわたるんですけど。そうですね。そうですよね、いろいろやらせてもらってますね。例えば京都の立ち食いそばの店スバ、これ私もお伺い何度もしててめちゃくちゃ素敵なお店なんですけど、これってどんなお店って言えばいいんですか？あそこは、まずオープンがあれなんですよね、12月31日にオープン、してるんですよね。年越しそばや。そうそうそう。素敵。そうなんですよ。そばの日といえば、まあね、年末の12月31日じゃないですか。確かに確かに。でもそれって実は、工事が結構ギリギリで本当はなんかもっと前にオープンしたかったんですけど。あ、そうなんだ。でこれはやばいってなって、でそこでこうクライアントに、そばといえばむしろそこめがけてやりましょうくらい。そうそう、で多分おそらく世界中にそんな12月31日にオープンする店ってないじゃないですか。ですね、一番休んでる。多分唯一だと思う。っていうのと、そこのおそばの文脈っていうところに乗っけてこうクライアントに説明したら、さすがやねって言われました、ね、そちらももうお見通しでそうもう受け入れるしかないっていうこと で なので毎年12月31日はもうスバの日みたいな感じ。あ、そうなんですね、はい、もうめちゃめちゃ京都でもね行列が日々できてるお店なんですけど、まあ、美味しいですからね。いや美味しいですよね、でもやっぱり印象的なものが傾いたカウンター、あれ一体何なんですか？はい、あれはカウンターとしてではなくて、スカルプチャーなんですよね。要は彫刻作品で。作品。そうなんです。アートピースってことですか？そうなんですよ、でお店ってこう施工するときに、例えばカウンターに100万円かけますみたいな話が出てくると思うんですよね。でその時に、まあ、自分がクライアントだったら、カウンターに100万かけるみたいな感覚になると思うんですよ。でそこで
なんかこのプロジェクトに関しては、うん、もうちょっとそこの何ですかね、クライアントにお金をこう支払ってもらうというか、はいはい、置いてもらうときに何かしらこう、うん、施工費、まあ、制作費に出すっていう感覚ではなくて、うもうちょっと何か違う感覚とか、うんうんうん、気持ちよくなんか支払ってもらいたいなっていうのがあったんですよ。面白い。でそれで、まあ、そのクライアントの性格とかがもともと友達の方なので、うんうんまあ、デザイン好きだったり、うんうんうん、あのアートとかも好きだったり、うんうんまあ、カルチャー全般すごい精通してる方だったので、うんうんうん、なんかそこの部分もこうこのプロジェクトで活かせたらなっていうのがあって、でそれでカウンターを例えば彫刻作品、やばいな、それをこう購入していただいて、うんうんうん、でそれをこうインストールして、うんうん、そこで、お客さんにお蕎麦を食べてもらうっていう空間にできたら、まあまあシンプルに面白いんじゃないかなっていうのが、だってそれって、まあ、アート作品を重機にするっていう、まあ、発明じゃないですか。まあ、そうなりますね、結果的には、うん、しかも経営視点でそれが資産になるっていう。そうか。なのでこう制作費って結局お金をこう払っても、うん、そのお店がなくなって、絶対お店ってなくなるじゃないですか。確かに絶対なくなるんですよ。確かに未来永劫あると、悲しいかな、諸行無常だね、うん、そうです確かに。で、うん、下手したらこう居抜きとしてなんか他のお店がそこに乗り込んでくるっていうパターンがあると思うんですよね。上作ね、自分がそのオーナーの立場だったら、うん、悲しいってなると思うんですよ。うわすごい。でそこで、うん、そのなんかお店がなくなった後のこともちょっと考えてて、てかお店作る時点でお店がなくなった時の話から入るみたいな。そうですそうです。なので最初のプレゼンは、うんうん、あのオープンしてこういう店にしましょうっていうことじゃなくて、うんうん、お店ってなくなるじゃないですかから始まってて、やばー、新しい。で、うん、そこにカウンターというか、うん、そう制作費にお金を使うんじゃなくて、うん、そのアートピース、うんうん、芸術作品にこうお金を支払っていただいて、うん、でそれがまあアート作品なので、うんうん、でこの作家さんも割とこう名前がこう通ってた人なので、うんうんうん、でいずれまあ価値も上がっていくんじゃないかなっていう推測のもと、提案させていただいて。だってそれって、はい、まず立ち食いそばが、まあ、カウンターが必要であるっていうか、うん、カウンターがあれば立ち食いそばができるっていうのと、それをアートを重機にするっていうのと、あと飲食店のイニシャルコストの考え方みたいな。イニシャルコストまでは考えてないですけどいやまあでもそれが最後どう資産に変わるかみたいな、ね、ところまでぐちゃっていろんなものをミックスして一つの回になってるっていうことですね。まあ、たまたまですけどね。へなのでもしかしたらこのスバはお店がなくなった後に、うん、そのカウンターをこうそういう市場でアートのマーケットとかでこうちゃんと乗っけることができたら、うん、もしかしたらお店にかけたコストよりもさらにこうお金が戻ってくるんじゃないかっていう。すごい。でもなんかどう考えても、うんはい、こう連続性の上のクリエイティブじゃないっていうか、やっぱこの非連続性みたいなところにめちゃくちゃ衝撃を受けるんですけど、なんかどっかでジャンプしてるんですよね。ですよね。それなんかいつジャンプされてる、いや全然わかんないんですよ自分でも。そうなんですか。だからある程度こう情報をこう仕入れて、うんうんうん、でそれをこう眺めつつ、うんうんまあ、時間を置きつつ、うんうん、なんか発行させるみたいな感覚があって、へで割と思いつく時は一瞬なんですよ。そうなんだ。コーヒー飲んでる時とか、へなんか散歩してて靴ひもがあって見た時にあとか、うんうんうん、じゃあそれってなんかこういろんなピースがわーってあって、はい、あえてこう情報を整理しすぎないというか、うん、なんかそれがいきなりこう結びつく、ぐちゃって結びつく感じがあるんですか。でもトリガーが全然わかんないんで。そうですよね。それを常にこう日々トリガーはどこやねんっていうのをいやもう完全にそのデザインプロセスをみんなが知りたがってますよ。いやでもなかなか自分でも説明できないんですよね。面白いですね。でもやっぱりその情報を正確に捉えるっていうのが多分大事で、うん、でそれを最終的に、まあ、どのタイミングで自分の頭の中が処理してるのかっていうのは、うん、それでも分かると面白くないと思うんで、まあ、確かに。あそこなんとなく赤ブラックボックスなんとなくで片付けられた5文字の中の秘密をみんな知りたいのよっていう感じなんですけど。いやでもこのプロジェクトはすごい良かったですよ。へでその
作家さんも橋本智成っていうんですけど、うんうん、彼もたまたまあの自分が通ってた大学の、うんうん、まあ年齢離れてるんですけど、うんうん、後輩だったんですよね、うんうんうん、なのでそういうなんですかね、同じ学校卒業してる学科が全然別の、さらにこう世代も違う人らが、ね、なんか何年後かに卒業してクロスオーバーしてるっていうのは、うん、そんな、なんかいろんな文脈のところにも影響を与えてそうな気はしてはいるんですよね。いやこれみんなね真似したいけど、真似したいけどアートピース重機にしてた時点で、はい、それもう相席クリエイティブですよ、ピピってなっちゃいますね。もう店に行きますね俺は。店に行きます。結構最前線で、はい、あのそれが島根でも行きますよ俺は。作家自ら出向いて腕組みしながらおやおやみたいな、あこれかみたいなプレゼン資料見せてもらっていいですかそうそうそうみたいな。絶対入ってたやろ、絶対入ってますよね。ムードボードに、ムードボードに、ムードボード警察がありえるな。いやありえると思いますよ。なんかもともと会社員時代にその、うん、何ですかね、ムードボードを作らされてたんですよ。あなるほど、イメージ写真を。その時にやっぱりこう大体入ってくるデザイナーのなんか作品とかあって、なんかそこにこう回りたいなっていう思いは当時からはあったんですよ。まあ、引用されるくらいの引力のある作家性みたいなもの、憧れてましたね。わでもそれ現実になってますけど、でもあとそのアートを重機にするってやっぱ一言の強さも重要だなっていう風に勝手に思ってるんですけど、なんかそれで言うと私あのもう一個京都で、はい、あのテクニクスカフェ京都ってあるじゃないですか、はい、あのターンテーブルとかね、はい、ハイエンドのオーディオブランドで世界中で愛されてるテクニクスの体感拠点であのカフェが ありますけど、それも関さん手掛けられていて、そうですね、これもコンセプトの切れ味えぐいですよね。もう圧倒的なパワーワードで床も回すっていうコンセプトがめちゃくちゃ興味深くて、これ一度回してるってことですか？一度だけこうあの元々あった床のタイルを全部そこ円切り抜いて、うん、でそこのタイルを剥がして、うん、で一度回った状態にして、うん、もう一度こう元の場所に貼り直したんですよ。面白い。それって、はい、まあ、ターンテーブルのようにってことですか？そうです。このわずかにずらすっていう、うんうん、わずかにずらすっていうのは、うん、結構最初の案では20何度とか刻んでたんですけど、それだとこう回ってるっていうよりかは、うん、なんかもともとそういうパターンで貼られてたみたいな動きを、うんうん、なんかこう頭の中で描けないかったんですよ。でそこの角度の部分は割とこう多分このプロジェクトで一番検証したんじゃないですかね。なんかカウンターの位置とかベンチの位置とかは割とすんなり決まったんですけど、そこの角度の部分一番大事な部分なんで、結構徹夜したんじゃないですかね。徹夜して何度なんだみたいな、夜な夜な一人で。でもそうですよね、だって新築のビルの床材切っちゃうわけだから、もう二度と戻せない、直せないだけで。みんな愕然としましたけどね、なかなかやらない床を切りましょうって。床を切りましょう。でもそれがそのテクニクスのディテールへの、あの精度だったりとか、そうですね、その回るっていうコンセプトだったりとかを全部包含してるっていう。そうですね。それいきなりパッと思いつくんですか、床回せばよくねみたいな。これもあれです、やっぱりこう時間を置いて、うん、でやっぱりその今のテクニクスに対して何が必要かっていうその情報の整理があって、うん、で彼らはそういうロゴを見せようとか、うん、ターンテーブルってこういろんな空張りがあるんですよ。だそれをこう並べてディスプレイにしようとかいう話もあったり、あとは、レコードのジャケット、うん、あれをこう壁に貼ろうみたいなことを言ってて、わわ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 わ、危ない危ない危ないみたいになるんで、なんか音楽好きのカフェみたいになっちゃうみたいな。そうなんですで方向性がやっぱりこうブレてるんで、いやいやもうちょっとこうあの自分のところのそういうディティールの存在の仕方とか、そういうのをちょっとちゃんと見直すっていうのはいいんじゃないですかねって話をしていて。これってアイデアソースってなんかこうどこかからとかあるんですか？まあレコード回るからねっていうのが一個あるのと、あとはあれですね、韓国で、うんうん、あの出張行った時にこう、うん、マンホールではないんですけど、うんうん、床のタイルとマンホールが混ざったようなものが存在してて、それがこう本来ならば揃うとグリッド状になってるんですけど、うんうん、ちょっとこう回ってて、まあ同じような状況が存在してたんですよ。面白い。
施工時の後みたいな、全然違うんですけどね。そうですそうです。へで日々そういうストリートスナップではないんですけど、うん、こうなんか採集はよくしてて、えめっちゃそれあの関さんのインスタグラム見てください。たまに出てきますよね。そうですね、ストーリーズでなんかよくわかんないところをパシャッといやだから私あれを見てるせいで、はい、あこれ関さんが採集するやつって思って写真撮ることありますあれね本とかね作りたいんですけどね。そうですよね、誰か作ってくれないですかね。あそれやった方がいいでしょ絶対。マガジンハウスからあ出るんじゃないですか。やっていきましょういやでもあれ撮ってるところの後ろ姿ってどうなんだろうっていつも思いながら撮ってますよ。何撮ってんだろうねこの人ってなりますよね。戻るんですよ、一回通り過ぎてから戻ったりしてパシャって結構撮ってるんで。でもなんかそういうその街中の何かしらのいびつな違和感みたいな、うん、そういうもの何か匂いが発されるってことですよね、うん、そうですね、なんか地方とかの方が多いかもしれないですね。でもその感じわかります。私も散歩好きなんで、うん、それこそあのトマソン超芸術じゃないけど、うん、やっぱ謎の無用の長物の階段とか、うん、この先にドアがないみたいなとか、うん、ゾワってするじゃないですか。あれってやっぱ人の心に何か刺さるものがあるんですかね。そうですね、多分何かしら糸が存在してて、 あとは糸が途切れてるとか、わなんかそこの部分が多分可視化されてるんで。なるほど、可視化視覚化視覚、うん、されてるので、それでこうなんとなくそこの文脈をこう脳が即時 瞬時に判断するんじゃないですかね。あそっか、じゃあ途切れた糸にやっぱ秘密が宿って、うん、それに答えを付与したいみたいな、うん、あとはそこに対してまた別の人の糸が入ってたりとか。へえ、おもろいな。工事現場って多分そうなってて、あの地方に行けば行くほど面白いっていうのは、うん、多分東京って常に工事してるじゃないですか。確かに。そうなってくると最新の、うん、結構その前の工事と最新の工事のギャップがそんなないんですよ、うん、なるほど、時代の、はいはいはい、地方に行くと、うん、おそらく工事のスパンって飛んじゃうんで、うんうんうん、その昭和の時と令和の時のそこのバーサスが始まるんですよね。積層した時間軸のそうそうそう、この歪みみたいなのので、おそらく工事って、うん、あのそのタイミングの最新の技術を、まあ、使ってるんで、うん、パーツとか なのでその当時の最新と今の最新みたいなのがぶつかり合ってるとことかが存在してたりするのが、まあ、地方の方がそのギャップがあるので、わ面白いものが転がってたりはしてますね。私その時空の歪みまたぐ系が結構個人的にも好きで、はい、それこそなんか古い旅館とかではいはい、はい、なんかリノベしてるけど力尽きたみたいなとかあるじゃないですかありますね。でめっちゃおしゃれって言ってたらいきなりなんかど古い階段みたいな、あと床が急にきしむとかねありますよねみたいな、なんかあの瞬間になんか私ぶち上がってしまうんですけどあそこで上がるんですか。いや上がっちゃうんですよ。なんかやっぱ自分としては職業病で爪が甘いなって思っちゃうんですよ、うんうん、そうなんですけど、なんか逆に何かこうアクションをさせるなんか感覚がありますね。まあ、ね人のねやっぱり意思っていうのが大事だと思うんですよ。わおもろ。だからそのデザインとかにも、うん、その意思をどれだけ入れるかっていうのは結構ポイントになってると思うんですよね。意思をどれだけ入れるか、うん、なるほどな。大体自分らの仕事ってこう、うん、素材を選ぶっていうところから始まるんですよ、うん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 、だからそこの選ぶってあの自分らとしてはすごい意思を持って選んでるんですけど、はいはい、最終的に工事として貼られたりした状態って、うんうんうん、そこにあの見た人があのデザイナーとかの意思を感じれるかって言ったら、うん、なかなか感じれないと思うんですよ。もう存在してしまってるの で、 そ、 うです、ね、だからそこの部分に対して、うん、また別の部分とか箇所でどれだけそういう、うん、こう私はこんなこと考えてますせっていうのを入れつつ、うん、でもそれがこう表立たないみたいな、うん、そこのバランスっていうのをまあ、重要視はしてますね。でもだからなんだ、なんかあの私の友達の田中海っていう面白人間がいて、あの関さんも仲良しの、はい、そうですね、海君なんですけど、あの関さんの建築は写真映えじゃなくて人間映えするって言ってて。いや映えてますよ写真映え。いや、まあ、もちろんめっちゃ写真映えもするんだけど、そのいわゆるなんだろう写真映えっていうと、まあ、そのデザイントーンとしておしゃれで、うん、はい、その前に人が立って、うんうん、なんかポーズ決めて、うん、終わりみたいな感じなんだけど、うんうん、あそうですね、そうそうそう、確かに消費されてる感じがありますよね。そうなんです、そうなんです、うん、もうトーンとして消費されていくっていう感じなんだけど、うん、逆に関さんのってやっぱりなんかこう
気になる歪みだったりとか、まあ、それこそ関さんならではの意図だったりとか、はい、やっぱなんか解き明かしたいみたいな、なんか自分の手で。だからスバそばのそばも、はい、あのカウンターがめっちゃ斜めに傾いてて、もう歪みめっちゃ傾いてますよ。そうそう、汁がこぼれそうになりながらみんなすするんだけど、やっぱそこのなんか身体性映えじゃないけど、それが体験としておもろいみたいにやっぱなるから、結局その人間がそこに行くっていうことで、それを楽しんだり、うん、ドキドキしたりワクワクしたりするっていうのを誘発してるから、うん、こんなに人をその場所まで運べる建築家は今いないって言ってました。あ、カイ君がね。あ、カイ君が、私も思って、平崎さんじゃなくてね。いや、平崎も思ってるんですけど、でもそういう誘引力があるっていうのが、なんか真の意味での今求められてる映えだよねみたいな。今のカイ君のセリフなのか全部。すいません。今ちょっとカイ君下ろして喋ってました。うん、でもめちゃくちゃそれ確かにそうだなって思わされる。ありがたいですね。確かにみんなこうインスタとかでよくタグ付けしてくれるんですよ。でそれ言われること割と多くて、うん、あんまりなんかお店とかブランドのタグつけるけど、なんかそこの制作者のタグって結構つかんくないみたいなことは言われるので、そこのカイ君のなんかこう言ってるところにつながる部分はあるのかもしれないですね。人間映えしてるんですよ。人間ドヤ顔がすごいあれですね。目に浮かびますね、カイ君の。もうそうです、いろいろね、カイ君からね、赤論をね賜ってるので、まだまだ発表したいんですけれども、今日はちょっともう一つお話を聞きたくて、関さんといえば建築、そしてもう一つの姿としてラーメン屋っていうのがあるんですけど、 それ本当ですか？ラーメン作ってますね。仕事の合間に作ってたりはしてたんですけどね。仕事の合間に作ってた、まあ、正確に言うと、もともとゲームのモンハンをずっとやってて、はいはいはい、もうあれ何年前ですかね、うん、7、8年ぐらい前ですかね、うんうんうん、ずっと毎週末土曜日に友達4人とこううちのマンション集まって、ゲームをひたすらこう昼間から夜にかけて、廃人な匂いが、あのバッテリーが切れるまでっていうルールがあってでそれをこうずっとやり続けるっていうのがあったんですよ。でその時に、うん、ゲーム終わって、うん、みんなでご飯食べてる時に、うんうん、まあ、多分もう30超えてたんですかね、年齢的に、うんうん、このままじゃやばくねえかって話になったんですよ俺たちそう4人いやいやいや、で成長してるのはその時間、ゲームの中ではキャラは成長してるけど、はい、俺たち何も変わってなくないって話になって、うんうんうん、でこれは確かにいかんねっていう話になり、うんうん、じゃあちょっとその次の週まで、うん、なんかこう副産物というか、うん、何かしらこうみんなでなんかアイデア持ち寄りましょうっていう話になって、でそれで次の週にアイデア持ってきたのがまあ僕だけだったんですよみんなそうしっかりしてそう、うん、みんなゲームは持ってきてたんですけど、うん、アイデアはなかったアイデアなし、うん、で、うん、でラーメンのスープ作るってどうっていうのをこう、うわー、要は なんすかね、うん、なんかちょっとこう舐めてたところがあって、うん、スープって煮込んどけばできるじゃろうみたいな、うん、数時間、しかも時間かかりますもんね。そうなんです、なのでその分ゲームもできるしっていう、ね、はあ、面白いのがあって、うんうん、でそっから始まったんですよね。で寸胴を買って、うんうん、でそれで家のコンロでことことやり始めたのが最初でしたね、モンハンやりながら。モンハンやりながら、それでハマってったのはなんかどういう経緯だったんですか？意外と、うんうん、なんかこうアク取らないとダメとか、あ、このタイミングでこう豚肉の塊を入れないとダメとか、うんうん、で豚肉も紐で縛らないとダメとか、うん、やっぱあれ縛るの意味あるんですね。なんかこう崩れたりするんですよ。なのでそれをこう抑えるためとかあって、うんうん、で割とこうやること多いんですよねあれ煮込むだけじゃなかったのみたいな、工程がいろいろ、まずはこの骨を砕くっていうところからあって、うん、本格的なので当時はうちのマンションから、うん、ガン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 、危ない危ない隣人なんだなんだってなっちゃうやつうちのマンションってちょうど駒沢通り沿いなんで、うん、そこのベランダでこうガン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 こう金槌振り回しながら骨をやばいよ、うん、あれまあまあ危なかったんじゃないですかね。危ない日々を過ごして、そうですね、でそこからこうスープを
作り始めたっていうのがありますね。でもなんか今やパリでポップアップとかされてるじゃないですか。そうなんですよ。そこからなんかこう、うん、スープは美味しいけど、うん、麺をこう既製品の麺を使ってたら、はい、なんか既製品の麺塩分多すぎないみたいな話になってすごいこだわりがそうなんですよ。でみんなその4人もみんなクリエイターだったんで、うん、その次の週にその1人が製麺機買ってきて、こういう手で回すやつを。マジか。でそこからこう急にゲーム機をみんなが置き始めて、すごい主従が逆転したんですね。そうなんですよ。でそれでこう製麺から始まるようにいろいろこうレシピ見ながら、すごいっていうのをやってましたね。まあ、今もやってるんですけどね。でそれでこう最初にポップアップをこう誘われたのは京都のうちのスタジオの近くのカフェがあって。でそこでちょっとやってみいひんみたいな言われて、でやったら意外と人が集まって、で意外と褒められて嬉しい。そう、そうシンプルに嬉しい。で一番嬉しかったのが、嬉しかったっていうか発見が、あのこういう空間の設計とかの仕事をしてると、なんかね褒められるんですけど、なんか褒められ方がなんかよく分かんない時あるんですよ。あ、なるほど。なんか一番良くないなと思ったのは、自然光が良かったとかって言われたことがあって、あ、ね、自然光って窓があれば入ってくるから、確かに俺じゃないかもみたいな、そうあれみたいな、っていうのがあったりするんですよ。なるほど。あとはなんかドアノブがとか、それも既製品だしなあって、なんかねこう空間のなんすかね、認められ方というか褒め方って結構みんなも分かってないし、なるほど、正解がないんですよね。あ、おもろい。なんかそこの部分でおそらくこうフラストレーションは多少なりに持ってったみたいで、でこう食事って美味しかったら全部食べてくれるんじゃないですか。そうですね。美味しくなかったらやっぱりこう残ってくるし、っていうのがダイレクトにこう帰ってきた器の感じで分かるんですよね。自分たちのクリエイティブがちゃんとコール&レスポンスみたいにちゃんとこう返ってくるっていうのが、その体験がすごい良かったですね。まず、あ、でも確かにそのフィジカルで植物的なフィードバックみたいなのって、うん、確かに私もあのお菓子屋さんやり始めて、ノーレズンサンドって、はいはい、存じ上げております。あの実はですけど関さん、あの私のノーレズンサンド の、 あの工房って実は関さんがデザイン設計してくれてて、まさかすぎるみたいな。聞いてたね、話して多少変わってそうな。すいません本当にありがとう。いやいや、その説はみんなで今も今日もお菓子を作ってる。ありがとうございます。人気ですね。でもいや、ありがとうございます。でも私もそのお菓子屋さんやり始めてから、うん、なんかこんなに気軽に幸せですってお客さんが言ってくれるっていうか、うん、距離なんか違いますよね。そうなんです。このダイレクトに入ってくる感じが、うん、今までの企画とか執筆とかに絶対に手に入らなかったタイプの、うんうん、ないですね、交換というかエネルギーのなんか循環みたいなのがあって、うん、これハマっちゃう理由だなみたいなのはすごい。そうですね、ちょっと脳内麻薬みたいな出てる可能性ありますよね。ありますよね、うん。飲食の人がこうああやってハマっていくのはそういうところもありそうな気が、ね、感じますよね。なんか人にいいことしてる自分がいるかもみたいなところにありそうですよね。なんか与えるみたいな喜びっていうのはすごいやっぱ食ならではかなみたいなのは、うん、そうなんですよね。それをね体験してしまったから、うんうん、何か今もこう仕事しながらラーメンのポップアップは続いていて、うん、もうなんなら建築よりラーメンで呼ばれたりとかして。そうなんですよ。本当ですか。いやそれはないですけど、一回あの2年前にあのスイスのバーゼルであの日本の建築展っていうのがあって、で向こうの建築美術館っていうところの会場構成の依頼をされたんですよ。はい、ですごい名誉だったんですね。はい、素晴らしいですね。あの、うん、そういう30代とか、うん、割とこう今日本でこれから来るって言われそうな建築家が20組とかですかね、うん、で彼らの作品をこう展示する空間を自分がやるっていうので、うんうん、すごくこうテンション上がってたんですけど、うんうん、その仕事の予見の中の一個に、うんうん、関さんってラーメン作れますよねっていうのがあって何それ。いや本当っすよ。依頼ないように依頼ないようにその空間構成と
あのオープニングのレセプションパーティーでラーメンを作るっていうのがあったんですよメイキングラーメンあとオープニングレセプションって書いてあったんですかそんなことあるんだ、やばいですね。いやその時もちょっと嬉しかったですけどね。いやー、まあ、そういう人とまず見られてるんだっていうラーメン衣食住ってあるじゃないですか、はいはい、それの2つをこう手に入れたかもすごい轟いてるなしかもスイスですからね。スイスでね、ワールドワイドにラーメン知ってんのかなと思いながら。いやでももうあの安藤も喪服に続くラーメン第二の父みたいになる可能性ありますよヨーロッパでラーメンといえば関のアジアみたいな。狙っていきたいですけどね。いやあるんじゃないですか、うん、ラーメン原体験みたいな、ね、でパリの方でもねポップアップやらせていただいたりとかもあったり。あ、ね、そうですよね。パリは今まで2回やってますからね。2回もやられてるんですか、はい、そうなんです。東京でも日本でも食べられる機会あるんですかね。多分ちょっとみんな楽しみに。いやいや日本怖いんですよ確かにラーメン評論家たちがね腕組みしてね、腕組みして科目に科目に着丼まで何分何十秒とか言いますからね。数えてますよね。数えてます。あれ何なんですか、着丼2分30秒とか。そうそうそう36秒でしたとか小生はそうあるんですよ一人称やばみたいな。怖いんですよ。怖い確かに。いやスイスの時はねそれでちゃんと任務は遂行しましたよ。あ本当ですか。でなんかスイスの街中ってこう水汲めるんですよ。で向こうの水ってね香水で美味しいと言われてるので、うん、それを汲みに行って、うん、チャポチャポしながら俺は何屋なんだと思うでその片手間じゃない、うん、今間違えた片手間じゃない逆であのちゃんとメインの、ね、その設計というか施工の現場チェックして、うん、天井がどうのこうのとか、うん、なんかちょっとテーブルがとか、うん、重機がとか言ってまた、うん、ラーメン戻ってっていうのをあのレセプションの前日ぐらいからやってましたね。小麦買いに行ったり。さすがです。いやいやいや、味な副音声ボイスオブフード。はい、というわけで今回は建築デザイナー関雄介さんを迎えしてお送りしてまいりました。関さんありがとうございました。ありがとうございました。いやちょっと面白すぎてまだ何も聞きたいこと聞ききれてないんですよ、はい、うん、いろいろね飲食店も他にもね。そうですね、スペインのチスパさんとか、あとバートさんってあれどちらですか。岐阜のバートですね。ね、コーヒーとパンの、はい、そうです、はい、コーヒーの店、パンがメインですかね。パンとコーヒー、うーん、いろんな方が関わってますね。あそこもの話も聞きたいんですが、ちょっとそれは後半で触れられたらなと思いつつ、ぜひぜひ、はい、次回もですねいい食の空間についてのお話合ってますか。いい食の空間合ってると思います。自信ないですけど伺いたいと思いますので、関さん後編もよろしくお願いします。よろしくお願いします。そして引き続き味の副音声では味のフレンズたちの好きな食べ物のメッセージも募集しています。ぜひエピソードとともに送ってください。メッセージを紹介された方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。メッセージは味の副音声のインスタグラムをチェックして送ってください。そして味の副音声は毎週月曜日に配信しています。さらに J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週月曜日午後1時半からピープルズロースタリーの中でお会いしたいと思います。 FM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてください。平野咲子が届ける味の副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。あーお腹すいた。